今回は if 関数をやっていきます。そしたら if 関数のファイルはこのような感じになっています。今回 if 関数をやっていくんですけども、今までは sumif とか countif、count averageif とやってきたんですけど、if だけの場合はですね、自分で条件を作る必要があります。まず条件を自分で作って、 それに合った時どうするか、違った時どうするかっていうのを全部自分で組み立てることができるのが if 関数なんですね。実際に言葉だけで言っても難しいのでやっていきましょう。で、今回まず最初にやるのは、この合計金額が5万円以上だった場合、ここに達成っていう文字を出していきましょう。5万円未満だった場合は未達成という文字に変えていきましょう。そしたらですね、if を入れていきます。 if だけですね。これでタブを押します。下のところを見ていただくと、論理式という風うに書いてあります。ここは自分で式を作るんですね。で、その後に値が真の場合、値が偽の場合と書いてあるんですけど、この式を自分で作って、それが成立してた場合の処理と、成立してなかった時がここに書くということですね。例えば1、1たす1イコール2だった場合、丸。 違ったらバスとかいう感じですね。そうしたら論理式を作っていきます。今回の式は何かというと、ここの合計金額が5万円以上かどうかっていうのが知りたいので、それが式になります。どうやったら式になるかというと、ここが不等号で5万円より大きいかどうかを聞いてあげるということですね。1、10、100、1000万ということで、E の4番、ここの合計金額が不等号イコール。 5万円より大きい。5万円以上ですね。5万円を含むので、イコールが入ってます。これが成立したときということですね。なので、自分で式を今作りました。で、if 関数の場合はですね、不等号が入っているんですけれども、ダブルコーテーションが必要ありません。そのまま入力しましょう。そしたら、これで式ができたので、カンマを押します。カンマを押しましたら、これが成立したときどうするかということなので、 今回は達成と文字にしましょう。達成という文字はダブルコーテーションで挟んであげる必要があるので、達成というふうに文字を入力していきます。そしたら、この式が成立したときは、達成という文字が出てくるようになります。じゃあ違った場合、5万円よりしたか、5万円未満だった場合どうするのっていうのが次ですね。カンマを押していただいて、値が偽の場合です。今回は未達成にしていきますので、 ダブルコーテーション、未達成ですね。このようにしていきましょう。そうするとですね、E の4番が5万円以上だった場合、達成。違ったら未達成ということです。Enter キーで確定しましょう。そしたらオートフィールをすると、横のを見て5万円以上かどうか確認してくれます。で、違うところがここですね。ここが未達成ということですね。E の11が5万円以下なので、 未達成と。5万円未満ですね。未達成ということになっています。そしたらですね、一回動画を止めて、ここの合計金額が10万円以上だった場合、達成。違ったら未達成という風にしていきましょう。そしたら動画を止めてやってみてください。そしたら答えをやっていきます。イコール、イフ。まず論理式を入れていきましょう。 論理式は、ここの合計金額が10万円以上かどうかという式を入れるので、ここが、不等号、1、10、100、1000万、10万ということで、E の4が10万円以上かどうかというのが式です。そしたら、これが合ってた場合の処理をカンマを押して、値が真の場合に移ったのを確認して、ダブルコーテーション達成ということですね。これが達成できてた場合は達成にします。 成立したら達成。じゃ、違ってた場合どうするのかというと、カンマ、ダブルコーテーション、未達成ですね。ダブルコーテーションで閉じましょう。そうするとですね、この E の4が10万円以上だったら達成。違ったら未達成ということになります。Enter ーキーを押しましょう。そうすると、これが7万5千円なので未達成ですね。で、ダブルコーテーションすれば、このように、達成と未達成で出てきます。 そしたら、人数が20人の場合、ぴったりの場合をやっていきましょう。こういうふうに、ぴったりというとき、〜が〜何々だったときというのもよく使います。そしたら、やっていきましょう。やり方はですね、同じようにやっていきます。イコール、イフですね。今回は人数のこと聞いているので、人数のところ、イコール、20。このように入れれば、ぴったりだったときというふうに、式が成り立ちます。そしたら、カンマを入れましょう。 で、同じように達成、未達成で入れると先ほどと同じになってしまうので、今回ちょっと変えていきます。20人だった時に本部という風に表示させて、20人じゃなかった場合は何も表示させないというパターンをやっていきたいと思います。どうやってやるかと言いますと、20人だった時は本部。なので、ここは全く同じですね。20人だったら達成だったと。20人だったらこれをするということです。じゃあ、 この、儀の場合、何をするかというと、何も表示させたくないんですね。要は21人とか、19人だった時、18とか15人だった時は、何も表示させたくない。この、表示させないというのはですね、ダブルコーテーション2個入れてあげると、これは空白、何もないっていう状態になります。なので、そうすると、D の4番、ここの今人数ですね、25のところが、20だった時だけ、 本部というのが成立した時に出てきます。で、これ今25で不成立なので、不成立だった場合は、このダブルコーテーション2個なので、何も表示されないという状態になります。じゃあ、Enter キーを押してみましょう。何も表示されないはずです。で、これでも式はちゃんと入っているので、クリックをしてあげると、ここにですね、数式バーを見ましょう。しっかり式が入ってます。 この状態で何も入ってないなと思って何か入れちゃうと変な風になっちゃうこともよく仕事中ではありますので何も書いてないとこでも数式が書いてあるのかどうかはしっかりとこの数式場で確認してあげましょうそうすると誰かが作ったファイルをもらったとしてもこういうところで書き換えちゃってうまく作動しないとかそういうミスがなくなるのでちゃんと確認しましょうそしたらですねオートフィルはちゃんと式が入っているということは使えるんですねなので オートフィルをしましょう。そうすると、この20人のところだけ本部という文字が出てきて、20人じゃないところは何も表示されません。何も表示されないから関数が入ってないわけではなく、if 関数で20人じゃないところだけ表示させないようにしているということになります。このように D の4番、ここが20人だったとき、本部と表示させて、 違ったら何も表示させないというような処理をすることかなり多いので覚えておきましょう。このようにして IF 関数は自分で式を作ってそれが合っていた場合と違ってた場合の処理を入れていくとそれがその状況に合って出てくるということになります。